わ、これも可愛くない？工場長のチャンネル。全然わかんない、なんか。こんにちは、工場長です。今日はこちらです。ただーん！フリネイル！ということで、こちら。なんと自分の爪に好きなデザインのものをプリントできるというネイル機器です。かなりすごくない？私普段ネイル前まで自分でやってたんですけど、もう最近はちょっとめんどくさくなっちゃったのでお店に行ってジェルネイルしてもらっているんですけど、今回こちらどんな感じか実際にやって試してみたいと思います。なんかね、これ専用のアプリをダウンロードして自分の好きな写真とかもなんと爪に印刷できたりするみたいですよ。最近ネイルサロンでもこういうお家用ではないちゃんとした業務用でこういうプリンター置いてあるお店とかもあるので、それの自宅版なのかなみたいな、まあやってみなきゃちょっとわかんないので実際にやってみたいと思います。それではプリネイル開封していきます。じゃん、機械だからしっかりと梱包されております。セット内容がこちらです。本体これなんですけど、意外と小さくてだいたい15センチぐらいの折り紙ぐらいの大きさのサイコロ型みたいな感じです。そして爪にプリントするときに使うプリコート、あとこれがインクカートリッジ、そして電源コード、スターターガイド。セット内容は以上です。それではまず最初にこの本体についている紙に従ってインクカートリッジ入れていきたいと思います。まずはこの青いテープを剥がしていきます。これをこっちの方も取ります。そしたらプリネイルのアプリをダウンロードしてこの指示に従って本体のセットをしていきます。まずは電源をつけてプリネイルと Wi-Fi つながりました。そうしたらここにインクカートリッジをセットしていきます。お、はまった。で、セットしたら次へを押します。お、動いた。お、すごい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 、めっちゃセットしてる。そうしたら次プリント位置の調整を行うそうです。本体の底面にあるメンテナンスホルダーっていうのを取り出します。ここにこれメンテナンス用シールっていうのを、私ゴミだと思って全然気にしてなかったんですけど、これ1枚取ってこのメンテナンス用ホルダーに貼ります。ここの穴にこれをセットします。入れて、でまた下に下げて上にこれを持っていくんだそうです。そして調節を開始押します。お、動いた動いた動いた。これ蓋してた方がいいのかな。もうこれだけで今セットが終わったみたいです。でまたこれを下に下げて取り出すと、おー、いつの間に。そうしたらこのフィンガーホルダー、これをここにセットします。よいしょ、これで本体のセット完了です。とても簡単でした。 OK。おー、そしたらスタートですね。これで多分デザインを選んでいけるんだと思います。なんか色ごとに分かれている感じです。すごいいっぱいあるね。なんだこれは、結構ガラガラしいのもあるんだ。うわー、かわいい。これ本当に綺麗にできるのかな。めっちゃ可愛くないでしょうかこれ。おー、これも可愛い。今クリスマスだから赤系とか、わーいいね。チェックとかも良くないでしょうか。わわわ、めっちゃいっぱいある。かわいい。どれにしよう、めっちゃ迷う。おー、和ですね。なんか浴衣とか着物とかこういうの合わせたいですね。どうしよう。これにしたいと思います。デザインを選んだらあとはプリントしていくだけなんですけど、その前に爪の準備をしていきます。下地に白を塗っておくとプリントが綺麗にできるそうです。マニキュアね、下手なんだよね。よいしょ。白いマニキュアが乾いたら次はこのセットで入っていたプリコートを上に塗っていきます。プリコートが乾いたので早速プリントしてみます。まずは小指からやろうかな。一回下に下げて上に上げます。 OK 押しそう。あ、すごい、これ私の今の爪です。こういうことだよね。あ、ちょっと待って、ずれてるずれてる。こう、この辺こんな感じで大丈夫かと思います。
これでプリント開始します。なんか動かしちゃいけないっていうのがプレッシャーですね。お、機械がなんかガタガタ言ってます。どんな感じなんだろう、全然わかんない。なんか何もされてる感じがしないです。すごい早い、もうプリント完了した。どうなってるでしょう。じゃじゃーん、おー、こんな感じにできました。すごいね、思ったよりこの手の周りにはみ出さないでできてる。すごいね、すごいね。端っこの方もギリギリのところまでちゃんとプリントされています。おー、いい感じじゃない。続いて薬指やっていきたいと思います。合わせてプリント開始。開始してからプリントされるまでがめっちゃ早い。動かさないように気をつけて。もう完了しました。じゃじゃーん、わー、すごい可愛い。普通に可愛いじゃん。どんな感じかな。じゃん、おー、ピンク色。無地のピンクだったらマニキュア塗ればいい話なんですけど、それでもムラなくこうやって綺麗に塗れるのはいいですよね。でびっくりなのが全然この指の周り汚れない。続いて人差し指入れていきます。完了しました。若干ずれちゃったかも、こっち側端っこ余白はできちゃったんだけど、まあまあ許容範囲、まあ私がそこまで細かくないっていう性格なので全然私にとってはこれぐらいは許容範囲です。そして最後親指、私親指マムシ指だからこれでできるかっていうね心配なところ。なんか親指って難しいですね、ここにこうまっすぐはめるのが、 手がつりそう。もうこれをちょっと高さ出したい。このリモコンを下に置いて、こうか、こんな感じです。まあこれで大丈夫じゃないかと思います。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、対応してなくない、私のこの親指に。ちょっとどうしたらいいわけ。この拡大ボタンを押そう。拡大ボタン、こんな感じで修正していきます。あ、なんかさ若干ずれてない、ちょっと待って、これダメダメダメ。修正したのでこれでやっていきます。よー、あー、ちゃんとなってる、綺麗になってる。マムシ指に対応してます。嬉しい。あ、でも待って、デザイン間違っちゃった。本当は親指もピンクのはずだったんですけど、私が勝手にチェックにしちゃったっていう。続いて右手なんですけど、せっかくだからちょっとデザイン編集でやってみたいと思います。写真でも入れてみようかな。ブライスちゃんの写真ちょっと入れてみたいと思います。写真でどれぐらい綺麗にプリントされるんですかね。変更、あ、そう、ここで、そして調節ができるそうです。これをドラッグして入れる。この星あたりとかさ、これでやってみたいと思います。ここで合わせて、あ、すごい、これでやってみよう。 OK、 ででで、うわー、すごい、もうネイルシール貼ってるみたい、めっちゃ綺麗。すごいすごい、思ってた以上この画質。そして最後トップコート塗ります。本当はジェル塗りたかったんですけど、透明ジェルが今切れちゃってるので、今回は簡単にトップコートにしてみます。この上からジェル塗ったら本当もうお店行かなくてもいいんじゃないかレベルで綺麗に仕上がる気がします。でもこれだったら普段ジェルはあのすぐ取れないからできないっていう子でも、マニキュアでもできるからネイル遊びを楽しみやすいんじゃないかなって思います。完成するのも早いから週末だけでも楽しめるのではないでしょうか。最後に逆向けがひどいのでオイルを塗ります。これで完成です。
今回初めてやったのでちょっと不慣れなところとか、あとベースはしっかり塗った方がいいとか、そういう反省点いくつかあったんですけど、初めての割には綺麗にできたんじゃないかなと思います。ということでこちらめちゃくちゃ良いのではないでしょうか。こんなに綺麗にいくと思ってなかったので本当にびっくりしました。ただね、この逆向けがなかったらネイルももっと綺麗に見えてたんじゃないかなと思います。結構逆向きひどくてカメラ越しにちょっとね恥ずかしいなって思ってました。でこのプリネイルなんですけど、いつも紹介しているおもちゃとは比較にならないほどちょっとお値段がお高めで、今回私買ったのは楽天なんですけど、楽天で 45,000円ぐらいね、まあいい値段しますよね。だけどちゃんと綺麗にできるからその値段には見合っているのかなって思います。1個買っちゃえば長く使えるので、ネイル好きな人にはまあ1台最初は高いけども1台あってもいいんじゃないかなって、そんな気がします。ちなみに今回のこのプリネイル、私の母が欲しがっていたもので、だけど自分で買ってうまくいかなかったら嫌だということで、私にレビューしてそれでうまくいったらそれ貸してっていう風に言われているので、まあ、貸してあげたいと思います。まあ、貸したら多分戻って来ないと思うので、これが私の母へのクリスマスプレゼントになるかと思います。そんな感じで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバーイ。